ました。動画を見るときは部屋を明るくして離れてみてね。バッカニアやっていきます。ザ・抹茶ラテを用意しながらね、ちょっとね、抹茶美味しい。はい、ですね、新年が明けまして、1回目ですね。とはいえ、1月2日に撮っております。さあやっていきましょう。前回ですね、新たなる目的地へ行こうとして、その反対側をぐるりとちょっと回って、様子を見て、あとコルカラ島っていうところにね、今泊まっております。で、こっから一応ね、ぐるっと回ってるのは特に何もなかったんで、イベントとかなかったんで、メインシナリオの、港の方に行ってみようかなと思っております。じゃあ、ここから出発してこうぐるっと回ってます。で、その間にこのノボーガルド王という、完全に通ってるから、その前にここをちょっとクリアしてから行ってみましょうかね。オッケー、でかいやつをとにかくぶち飛ばそう。行ってみましょう。にゃーにゃーにゃー、先に突撃お願いします。うわ、痛い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 、殴れ殴れ、とりあえず殴れ。いや、とりあえず殴れ殴れ。痛い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 、後ろから痛い痛い、めっちゃ痛い痛い痛い。うわー、集中攻撃か。天才ユニット発進準備。飛ばそう飛ばそう、出撃願い。ソロが乗ってるはずやから、ソロ頑張って、敵が分からん。あー、こっちこっち、あーもうめちゃくちゃだよ。すごい広がるもんこいつら。見たよ見たよ、あっ、あのクリスタルジジイのじいさん、あれだな。頑張ってて、まあギリ3000円みたいな。いやー、大変やな。オッケー、でかいやつをとにかくぶち飛べそう。ユニット発進準備、出撃願い。一応一応まあ、天才ユニット発進準備、出撃願い。めっちゃ撃たれてる、ソロ。
痛い。落ちた。いないっすね、そのね。弱い。じゃあもうちょっと広がっていけ、もうちょっと広がれ君たち。破壊されてるし、痛い、足が痛い。はい、風俗はそうか、もう頭上の方に集まってくるからね。オッケー、でかいやつをとにかくぶちのめそう。にゃーにゃーにゃー、ユニット出撃お願いします。気をつけてね。わー、ビーム放ってるね。任せろ。そんなの関係ないね。殴りに行こうぜ。航空機が弱いね。次僕の動きはあれか、なるべく距離を取るか、遠距離で持って攻めるか。みんなやる。この調子だね。頑張ってこい。
ればいいからね。殴ればいいから楽ですよ。頑張って、そう頑張って。ま、こんなとこっしょ。あ、違うわ。あれ味方だった。味方だよ。え、あ、そっか。黄色いあれが味方なの。え？黄色いメーターが味方。だっけ。あれ今の何だっけ。全速前進。そう、あ、にゃーにゃーにゃー。ユニット出撃お願いします。気をつけてね。あー、とりあえずやった。カニだ。船だと思う。船と魔物のあれかと思ってたんだけど、全然カニだった。痛い。いい感じで、いい感じになるんで出た。よし、ちょっと積もうさ。よし、なかなかいいぞ。2体一気にやっつけたよね。はい、何、あと50秒しかなんか戦えないの。まずいまずい、まずい。あー、まずいまずい。あと34秒です。あと30秒以内に倒せ。いける、いける、いけるか、いけた。うわぁ、嘘だろ。はぁ、やけに嘘。無理だ。ああ、そうか。戦利品ゲットね。生き残ればよかった。なんだ、生き残ればよかった。てっきりそれ以内に戦え、あの、片付ける。あれ、もしかして今の漁業エリア？やっちまったかもしんねえ。あそこ釣り堀、あの釣りエリアだったかもしんない。多分あそこ釣りエリアだったわ。オッケー、でかいやつをとにかくぶちのめそう。にゃーにゃー。戦災ユニット発進準備、出撃願い。いいすぎ。あれ、やたらマイナスになる。
つらが。ユニット出撃お願いします。気をつけてね。モラン島はギルド・バウンサーたちの拠点となる島の一つに。そろそろバウンサー寮に入るわよ。新しい海領域か、新しい領海か。大丈夫なのかな。いきなり襲われたりしないと思うがね。入港税とか吹っかけられるかもね。港に入るのにお金かかるの。ギルドの港には当たり前にや。ギルドメンバーですら、入港税は払ってるんだ。そっか、今まではロックさんのおかげで自由だったけど、これからはそうはいかないのか。まあ確かにそうだよな。それで持ってるところがあるからな。あ、ここのポイントで合ってるんだろうな。にゃー、どうした。にゃんにゃ、どうした。本当にどうした。でけえな。あれがガーガリンが用意した次のバリアントか。あんなでかいのが言うこと聞くのか。あ、クリスタル入ってる。あ、そうか、こいつもクリスタル生えてるね。例の船は捕捉した。あとは私の手のものが引き継ぐ。え、いや、いいんです。戦いますね。いや、いい。それより、お前の船の精霊度、なかなかのものらしいな。あー、乗っ取ろうとしてる。まあ、それだけが自慢の船なの。逃げろ、逃げろ、逃げて。って、何の話で。シェリルにはごちそうだろう。餌となれ。おー。やばいにゃ、ボス。俺たち餌にゃ。なんだよ、やっぱあいつらろくなやつじゃねえな。関わっておいてよく言うんや。うっせ、緊急コールを流せ。エンジンぶん回せ。逃げるぞ。はいはいにゃー。シェリル、娘のことか。シェリル、あー、バトルポイントからストーリーポイントに変わった。レーダー見て。何？緊急コールを出してる船がこちらに向かってるみたい。向かってきてるみたい。待って、その後ろ。なんかでかいのが映ってる。目視で確認。バリアントニア。そこの船、聞こえますか？助けます。こっちに逃げてこれますか？聞こえますか？へっ、聞こえてるよ。余裕だね。この声。俺に構うな。こいつらの今の目的は俺だ。お前たちは逃げろ。わー、意外といいやつ。あなたの言ってることを信じるとでも。今までの行いが今までの行いだから疑われてるね。俺はバスクの連中がどうにも消せなくてよ、潜り込んで調べてたんだが、やつら迷い子を救うなんて言って、財団とか名乗っているが、
クソ、とにかく逃げろ。次期コールを受信したうちの連中が助けに来る。今回は俺の言うことを聞け。あなたの命令なんて聞くわけないわ。そりゃそうかもな。逃げたりしないわ、助けます。は？にゃ、救難信号を出している船を見捨ててはいけない。それが船乗りの掟です。とんだお人よしだな。真の船乗りならそうするにゃ。あいつらも船乗りにゃ、船乗りにゃんな、にゃんにゃ、ちょっと言いにくい。よし、あいつらと共闘だ。全速前進。マルガリータ頼んだぞ。あ、船に名前ついてる。船に名前がつい、やっちゃるか。回転数上げてくよ。さあ、やーやーやー、天才ユニット発信準備か。殴れ、めっちゃ殴れ、めっちゃ殴れ。ユニット出撃お願いします。気をつけてね。うちの船はね、殴るあれが一番なんだよ。やばいって、ちょっとだったのにな。下手に近づいたからか。さっきのガトリングみたいなのを出さなかったら俺が勝ってる。
いね。ミャン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 。痛い痛い痛い。教えろよ。知らないわ。助かったぜ。あ、ボイスついた。どういたしまして。船乗りですから。なんかトゲある？そりゃそうです。今までのことを今までのことと比べたらそりゃトゲぐらいは出るさ。どうかしら。助けてもらったお礼に忠告だ。お前ら、バスク財団に追われてるぜ。命が惜しければ、船を捨てて暮らすんだな。やっぱり、やつに船のことがバレていたにゃ。やつ？知られてるとは思ってたけど、まさか追われてたのか。ま、俺様が売ったせいなんだけどね。やっぱこいつ海に沈めよう。なぜ私たちを売ったの？バスクの尻尾をつかめると思ったんだ。古代魔法を使う船だ。絶対にガーガリンは動くと思った。餌にされてんの。てめえおとりに使いやがったな、こっちは。で、確かに動いたが、財団の裏をつかむ前に俺は餌にされちまった。ああ。まあこっちを餌にしたんだけど、向こうもそれを気づいて、向こうにもそれを気づかれてたってわけね。いい気味にゃ。裏をつかむって？詳しくは勘弁してくれ。ちょっと財団を調べててな。ガーガリンの信用を得るのに、この船は手頃な手土産かと思ったんだ。問題はこいつが誰の指示で財団を調べてるかっていうんだよね。なんて迷惑な話にゃ。本当だよ。だがこの船は手土産なんてもんじゃねえな。でかい存在みたいだな。まあ今までの話の経由からすると、多分
そのガーガリンの野望を打ち砕く、まあ、切り札みたいなもんだから、まあ手土産程度じゃ済まんだろうな。そりゃそうだよ、ジョニーレンチ、父さんが作った精霊炉で動いてるんだ、特別だよ。ジョニーレンチ、聞いたことあるな。財団でその名前を一度聞いた気が。本当？詳しく知りたい。いや、すまない、聞いた気がする程度だ。確かジョニーレンチの発明したものだから、どうとかこうとか、なんだっけかな、もう覚えてねえ。一回ぶん殴ったら思い出すかもしんないね。使えないやつ。うせえ、小耳に挟んだだけなんだ、覚えてるわけないだろ。それにしても綺麗な精霊炉だな。名前は？名前？知らないのか？何が？精霊炉には名前があるんだ。正しくは炉の中に宿る精霊には名前がある。ああ、そうなんだ。名前は特別だ。名前を呼ぶことで精霊はその真の力で答えてくれる。知ってるにゃ、船乗りたちの伝説にゃ。伝説にあやかって炉に愛称をつけている船乗りは多いにゃ。けど本当の名前を知っている者なんていないにゃ。俺の船は精霊炉だけが自慢の船だ。小さくて非力な炉だが、俺は名前を知ってるんだ。だからここぞって時にはすごいエーテル流を発生する。あ、エーテル流で大丈夫だ。ガザデル、最初うさんくさいやつ、うさんくさいコアクトンみたいに登場したけど、やってることが結構いい人っぽい。ただちょっとね、潜入する尻尾をつかむためにこっちを撃ったのは許せない。それは許さない。なんだ、疑ってんな。まあ私たちを襲ったし撃ったし。まあそうだな。なんで名前の話を？いや、古代魔法が使えるってことは、もしかして精霊の名前で解放された力なんじゃねえかなと思ってな。名前なんてまやかしの力じゃないよ。クリスタル工学の天才ジョニーレンチが作ったんだ。精霊炉の構造自体が今までのものとは違うんだ。でも結構こいつこいつ重要なことを言ってるんで、その構造自体が違う、違うけども、多分その名前を発揮したら、名前を知ったら結構爆発力が違うんじゃないかな。そうか、すごいな。あ、もしかしてあれか、目的地全部通った時に真の名、その名前が分かるっていうやつかな。んじゃ、邪魔したな。にゃあ。そうだ、お礼にこれをやるよ。バウンサーの副長であるガザゼル様のクレイガーだ。あー、こいつバウンサー、あ、なるほど、バウンサーの、その一味だ、副長か。ということは隊長からそれを、トップからそれ、バウンサーのトップから、探れって言われたのかな。これがあれば通行手形になるだろう。バウンサーの了解で自由にできる。じゃあな、お嬢ちゃんたち。ないんかいな、そのもらった後の話はないんだ。じゃあ一気に向かいましょうか。リューク、ニコラス、モリスン、モリガン、響き、ホール、サマンサ、カンナアウトにゃ、サマンサは2回目にゃ、あれそうだ。やった、私の勝ち。何やってるの？ほら、名前で呼ぶと、出力が上がるとか言ってたからさ。ああ、ガザゼルの言ってた。
ついでにゲームしてたんだけどね。ジャック、ジョニー、ダニエル、サムソン、スティーブ、アレクサンドリア、トム、キース、ミケ、麦、イクラ、ウニ、すっとこどっこい、テ、ヤンデイ、ベラ、ウォン、ボケ、ナッス、もうやけくそね。あ、出力が下がった。それは悪口言うから。ひでえ話。そろそろ港が見えてきたね。この辺はすっかりバウンサー寮じゃん。バウンサー寮だね、ダニア。ねえ、私すっごく気になってることがあるんだけど。奇遇ね、私もよ。このクレイが本物？偽物だったの？わかんないけど、ロックさんはキャッテリーの長で、あいつは副長。それがなぁ、とことん信用されてない。まあ仕方ない。じゃあ突き抜きます。このクレイガーは本物にゃ。ノラでバウンサーのクレイガーを持つなんて珍しいにゃ。ああ、ちゃんとした本物なんだ。偽物でも捕まされてるかと思ったけど、ガザゼルに騙されてるかもと思ったがにゃ。大丈夫みたいね。ガザゼル？副長からもらったのかにゃ。うん、そうだよ。本当に副長なんだ。なんかそんな器には思えなかったけど、確かに。一番最初に出てきて、まさかあいつが副長っていう立場だったね。その通りにゃ。副長は借金まみれで金にうるさいずるいやつにゃ。あー、ろくでもないやつだったね。確かにちょっと嫌なやつだもんね。ちょっと？いっぱい嫌なやつかも。マルガリータが亡くなる前はまともだったんだけどにゃ。娘ってこと？娘の名前をつけてるっていうこと？精霊炉に娘の名前をつけて、で、精霊炉は名前を名乗ると、名前を呼ぶと出力を発揮する。最大限に発揮する。マルガリータ？副長の妹にゃ。妹か。妹のマルガリータが亡くなってから、酒に溺れて、立ち直ったかと思ったら、金いっぱいかき集めて、今はギルドをほっぽり出してどこかに雲隠れ。もう何年も前の話にゃ。元気だったかにゃ、ガザゼル副長は。ええ、無駄に元気そうだったわ。精霊炉に関して、これちょっと、もしかしてっていうやつは、それは良かったにゃ。嫌いじゃないの？てか副長クビになったりしないの？でもいい人にゃ。俺たち猫は長く付き合えば、人間の心の奥がわかるにゃ。いい人にゃんよ、あの人は。そっか、そうなんだ。次会ったら信用してみる？私は遠慮したいけど。にゃはは、バウンサーの港にようこそにゃ。はい、というわけで、結構ちょっと時間も経ったんで、今回はこの辺にしたいと思いますが、これでね、ガザゼルがね、まあ一応は仲間になったっていうことかな。まだちゃんとはなってないけど、ただそのガザゼルがもたらした情報っていうのは結構これ重要なやつなんじゃないのかなっていうのが、まあちらほらありましたね。で、中でもガザゼルの過去、ガザゼルの船の精霊炉の名前がマルガリータ、多分そうですね、そうですよね、マルガリータと、名乗っていて、さらに、そのガザゼルの亡くなった妹の名前がマルガリータっていう、これは偶然の一致なのか、それとも精霊炉の精霊というのがこの、まあ、亡くなった人とかを、元にしているのか、魂を精霊とは、精霊とは
まあちょっと呼び名を変えてるけども魂を封じ込めているものね。で、それらを換算するとガーガリンの娘もあれもそれに準ずるものなのかな。でガーガリンは何らかの方法で、いやーちょっと難しいなとりあえず迷い子のその剣もあるし、そのガーガリンの娘の筐体もあるんで、そのね、精霊炉のこと、まあいろいろと今回ちょっとね、謎の方がですね、いろいろ出てきまして、予測、まあできる範囲もまあちょっと増えたりして、今後これ今後進んでいくうちにどうなっていくのか、ちょっと楽しみですね。はい、じゃあ今回はこの辺で終了したいと思います。それではまた次回、バイバイ。チャンネル登録よろしくお願いいたします。